タートしました。コースタートはオリジナルスマイルが切っています。サンバジーリオ、そして間からは西のぼれろ前を伺います。さらに外からユーターウェーブ、そして内は2番のケンブリッジさんが行って先団を形成。このグループには5番のマイネルストラードも加わって、まずは6頭です。その後ろから1番のアースステップ、並んだ11番のチェイスザゴールド、さらに外目からは湘南バーズ、間10番のピュアソルジャー、2馬身切れて3番のサンバジーリオで、あとはアイスフォーリス、そして14番の007といって、まずはホームストレッチに入ってきます。先頭一気に変わって2番のケンブリッジさんが先頭でリードを5馬身、6馬身、7馬身、さあ大逃げに入っていきます。2番のケンブリッジさんです。2番手には7番の西のボレロが続いていきます。3番手は8番のユーターウェーブ、前を追いません。その後の追走、4番のフェデラルホールが4番手、5番のマイネルストラーノ、あとは湘南バーズ、オリジナルスマイル並んで、うちは1番のアースステップです。その後は11番のチェイスザゴールドが続いていきます。さあ前はもう大きく飛ばしまして10馬身以上のリード。2番のケンブリッジさんが大逃げを打って、早くも2コーナーカーブをしていきます。そして今ようやく2コーナーカーブに入っていきましたが、13番湘南バーズが2番手に単独上がっていきました。7番の西のボレロが3番手、4番手8番ユーターウェーブ、5番手マイネルストラーノ、その後2馬身切れて外は1番のアースステップ、内は4番のフェデラルホールが並んでいきました。そのうちに入った11番のチェイスザゴールド、あとは2馬身切れまして9番のオリジナルスマイルで、この辺りが中段、あとは3馬身ほど離れました10番のピュアソルジャー、その外から並んだ3番のサンバジーリゴイオが行きまして、あとは4馬身ほど離れてアイスフォーリスが後方3頭目、007最後方6番のアドマイアパーシアです。さあ3コーナーカーブに入るところで一気に先頭変わりました。今度は13番の湘南バーズが先頭、5馬身ぐらいの差です。2番のケンブリッジさんは交代していきます。単独2番手で上がっていきました。7番の西のボレロが2番手で上がって、今度は湘南バーズに並びかけていきました。内から並んでいきます。そして5番のマイネルストラーノ、盛り返していく2番のケンブリッジさんは現在後位のインコース並んでいきました。4番フェデラルホール、4コーナーカーブから直線コースに入りました。さあ先頭西のボレロですが、再びリードを取るか。2番のケンブリッジさん2頭並んでいます。そして追い込み勢はどうか。1番のアースステップ、大外からは12番のアイスフォーリスも追い込んでくる。さあ2番のケンブリッジさんが盛り返して、今度は先頭2番手、7番の西のボレロが2番手、あとは3番手の総接戦、2番のケンブリッジさん、ケンブリッジさんゴールイン、ケンブリッジさんです。